先生にね、うん、この前お会いしてきたじゃないですか。そうですよ、堀越先生。堀越先生。その時に、はい、ズバリ、ヒロインは誰ですかって聞いたら、お茶子ですって言って。嘘っぽい。でも言ってましたよね。本当ですか。お茶子ですって言ってて。そうなんだ。え、そうなんですか。つゆちゃんじゃないんですか。お茶子ですって言ってましたね。なんでつゆちゃんじゃないんですかって聞いた。いや、ちょっと現場だとなんかね、男人気がちょっと強くて、そうそう、カイト君の声がでかいからやっぱり。カイト君がちょっと。つゆちゃん好きすぎて、そうなんですよ、あれこの作品のヒロイン誰だったかなとかって言ってこう大声で言うから、そうですよ、さくらさんにちょっとなんか威嚇する、威嚇してたね前覚えてるそう、なんか僕ら挟んでるじゃないですか、カイト君との間をだからちょっと威嚇し合ってるみたいな、でっかい声でね、そうなんあと折れるのが早い、あ、すいませんってそうすぐじゃあ言わなきゃいいのにってみんなに言われるっていう一言多いんですよ、かわいいなっていうのを言ってお前なんつった？すいません。絶対すいませんっていうんだよね。そうですね。ありますよね。はい。